let's bake ourselves a treat. What you've been mixing, serve it up the way you please. I love the way you shake, you stir, you heat, you squeeze. So thick, push up and butter me. So pop that, push that, shake that, smack that, mix that, up that, marinate that. 皆さんこんにちは。ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ミニガレージパラドックスは山口県山口市にあるミニの専門店です。ミニに関する様々な情報をアップしておりますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ2024年最初の動画ですね。皆様明けましておめでとうございます。今年もですね、皆さんのミニライフに役立つような情報動画をたくさんお届けできればいいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで2024年最初の動画、何かと言いますと、新商品ちょっとご紹介をさせていただこうかなと思っております。今ですね、ちょっともうここに、いくつか並べてあるんですが、ミニに乗ったらですね、皆さんが最初に悩むであろうお悩み第1位、スマホをどこに置くか問題ですね。この悩みにですね、ついに終止符を打てる、もう答えとも言える製品をですね、今日ご紹介ができるんじゃないかなと思っております。実はですね、この製品僕ももう1年以上ですね愛用している商品でございまして、なんで今まで紹介しなかったんだと言われたらですね、パラドックスで取り扱いがなくって、これ買うことができなかったんですね。今までは買うことできなかったんですが、今回ですね、ちょっとメーカーさんとご縁をいただきまして、僕の好きが高じてですね、取り扱い店になることができました。なので今回ですね、こう満を持してご紹介をさせていただくというところで、皆さんのミニライフを豊かにすること間違いなしということで、ぜひ最後まで期待してご覧いただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、では早速ですね、どんな製品かご覧いただこうと思います。製品ですね、今僕の手元にあるこういった商品になります。いくつかですねバリエーションがあって、その中の一つなんですけども、これをどう使うかと言いますと、この車にですね、固定をしていただいて、スマートフォンがですねピタッとくっつく、こちらですねピークデザインのカーマウントという製品でございます。このアタッチメントの種類というのも2つありまして、これはですねエアコンの吹き出し口につけるタイプなんですが、もう一つある両面テープでペタッと貼るようなタイプもご用意をしております。でここがですね、ボールジョイントになっておりまして、このように結構フレキシブルにですね、角度も自由に調整をすることができるというものになっておりまして、 iPhone のですねマグセーフはそのままペタッとくっつけることができるようになっております。で iPhone でもですね、ケースお使いの方はマグセーフ対応のケースであれば、このようにペタッとくっつきますし、 Android をお使いの方もこういったマグセーフ対応のケースを使っていただくことで、ピタッとですねくっつけることができるようになっております。このですね、専用のケースというのもですねリリースをされておりまして、エブリデイケースというものになるんですが、機種はですねちょっと限定はされてしまうんですが、専用のケースというものもご用意をしております。こうやってですね、片手でポンと装着をすることができて、こういう縦向きでもちろん使うことはできますし、こうやってですね横向きに装着をすることもできるようになっております。商品のですね詳しい説明はまた後半でさせていただくというところで、まずはですねこのピークデザインというですねブランド、どういったものかですね簡単にご説明をさせていただこうと思います。はい、今回ですねこのピークデザインの製品をですねご紹介をさせていただくんですが、ピークデザイン皆さん、聞いたことございますでしょうか。カメラが好きだよという方はですね一部聞いたことがあるという方もですねいらっしゃるかもしれませんね。もともとはですね、カメラ用のアクセサリーですね、カメラバッグとか、三脚とかですね、いろんな製品があるんですが、そういうですね、カメラ用のアクセサリーで、スタートしている、ブランドです。で、2010年に、キックスターター、いわゆるクラウドファンディングですね、でキャプチャーという製品がですね大成功させて、ブランドの方がスタートしております。キャプチャーってですね僕も実は使っておりまして、こういう製品なんですね、カメラと、三脚もしくはカメラとですねピークデザインのアクセサリーを簡単にですねガチッと固定をすることができるというものになっております。フォトグラファーを中心にですねかなり人気の商品でして、バッグとか三脚といったですねカメラのアクセサリーをたくさん扱っているブランドです。
で、まあ、僕もですね、結構前からこのピークデザインの製品を愛用しておりまして、さっきのこのキャプチャーとかもそうなんですけども、あとはですね、アンカーリンクスとかカメラのストラップとかですね、結構いろんな製品をこれまでも愛用してきております。まあ、今日ですねご紹介をするシリーズ、これモバイルシリーズというものになるんですが、ここ1年半ぐらいでですねこう出てきた商品でして、最近ですねいろんなところでこう人気を高めてきているという商品です。で、まあ、ちょっと説明をですねさせていただくと、モバイルシリーズは保護性に優れたスリムでスタイリッシュなスマートフォンケースと、ライフスタイルに合わせてスマートフォンをさらに便利に活用するためのアクセサリー類で構成をされているというもので、それぞれにスリムリンクというスマートフォンの可能性を最大限に引き出す新しいシステムを搭載、スマートフォンとアクセサリーの脱着が簡単に行えるというものですね。それがまあさっき言ったこういったこういうことなんですよ。まあ、たったこれだけと思うかもしれませんが、意外にですねやっぱり、ミニにはこういった商品がなくって、まあ、それがですね今回ようやくご紹介ができるということです。はい、ということで、ここからはですね、まあ、カーマウントの詳細をですね少しお話をさせていただこうと思います。一言にですねカーマウントといってもですね、一応2つの製品があって、それぞれに、また2つのバリエーションがあります。今ですね僕がこの手元に持っているのがカーベントマウントといいまして、エアコンの吹き出し口にですね、固定をするというタイプのもの、それともう一つがカーマウントといいまして、ここにですねあるんですけども、これは両面テープで好きなところにこういったマウントを固定して使っていくというものになっております。でそれぞれにですね、こういったマグネットで固定をするだけっていうタイプのものと、もう一つですねワイヤレスチャージングマウントといいまして、コードをですねつないでおくことで充電をしながらですねスマートフォンの固定ができるという2種類ですね。しっかり固定することができて、さらに充電もできるということで、本当に一石二鳥の製品になっております。このワイヤレスチャージができるのはですね、まあ、対応機種のみというところになりますので、まあ、今お使いの皆さんのスマートフォンがいわゆる地位充電とかですねワイヤレス充電、そういったものに対応していればですね基本的に使うことができるというものなんですが、まあ、機種によってはですねこのマグネットの位置と充電をする位置がずれてしまうことがあるかもしれないので、まあ、使えるか使えないかはですねちょっと一度試しながらですね判断をしていただければなと思っております。まあ、なのでその両面テープで固定をするタイプと、エアコンの吹き出し口に固定をするタイプとですね、まあ、お好みに合わせて使い分けていただければなというところになっておりまして、ただしですねこのカーベントマウント、エアコンの吹き出し口に固定するタイプですね、まあ、昨日商品が届いて僕の方でいろいろ試してですね、いくつかですねちょっと取り付けが厳しいミニがおりますので、ちょっとそこだけ言っておきますと、まず R 系のミニの丸いですね、エアコンの吹き出し口の形になってるやつは、このカーベントマウントですねやっぱりちょっとここの形状が合わないので取り付けができません。で F 系のミニでもですね、LCI2 の、F55、F56、F57 ですね、同じこの丸い方のエアコンの吹き出し口はやっぱりこのアタッチメントの形が合わないのでちょっと取り付けが厳しいということになりますので、まあ、R 系のミニとLCI2 のミニとお乗りの方はですね、この両面テープで固定をするカーマウントをお使いいただくといいんじゃないかなと思います。対応のスマートフォンはですね iPhone はですね、iPhone12 以降の、マグセーフ対応のものですね。で Android の方は、マグセーフって基本的にはないんですが、マグセーフ対応のケースを装着していただくと、ご利用いただくことができます。で iPhone の方もですね、マグセーフ対応でないケースをつけてしまうと、ここのですね接着力が弱くなってしまいますので、マグセーフ対応のケースか、もしくはですねこの、ピークデザインのカーマウントに対応したエブリデイケースっていうものを使っていただくのがいいのかなというところですね。まあ、エブリデイケースはですね必ずしも必要というわけではないんですが、ただまあ接着力が強いのはやっぱりエブリデイケースになりますので、そういったですねこの専用のケースをお使いいただくのもいいと思います。まあ僕の方もですね結構長いことこれを愛用してきておりまして、多分もう1年半ぐらいですね自分の車で使ってるんです。で今のところですね、僕のこのギャラクシー Z フォールドですね、今発売をしているスマートフォンでは一番重いであろうスマートフォンでもしっかりくっつくことができますし、走行中にこれがポロッと取れたということもありませんので、まあ、一旦は大丈夫なんじゃないかなとは思うんですが、まあ、そのあたりはですね、皆さんの方でもしっかりとですねこの
接着力確かめながら使っていただきたいと思います。で、あのマグセーフ対応のケースがないよという場合はですね、それでもですね、まあ、この製品を使えるようになっておりまして、その時はですね、こちらですね、あのユニバーサルアダプターという製品があるんですが、これはですね、こういう四角いですね、まあマグネットのベースになるものをスマートフォンの裏側に直接ペタッと貼っていただくというものになります。で、まあ、これがあればですね、あの基本的にどんなスマートフォンでもお使いいただくことができるものになっています。はい、そしてですね、まあ、これだけでは終わらないのがこのピークデザインのモバイルシリーズですね、スマートリンクシステムの特徴でして、まあ、先ほど言った通りです、いろんなアクセサリーの付け替えができるというのが一つ大きな特徴になります。で、あのパラドックスの方でもですね、今在庫として置いてあるんですが、こちらのですね、スタンドウォレットとかですね、スリムウォレットというものですね、あの最近スマートフォンと一緒にあのクレジットカードとか、免許証ですね、持ち歩いているという方多いと思います。まあ、そのカードもそのたくさんではなくて、もう数枚ですね、 2,3 枚自分のよく使うカードを入れておいて、スマホと一緒に持ち歩くという場合ですね、そういったアクセサリーをこう簡単にですね、連携できるようになっているのがこのスマートリンクシステムの特徴ということなんですね。まあ、これとかもですね、あの映像をちょっと入れておこうと思うんですが、こんな感じであのスマートフォンの後ろにペタッと貼り付けて、それがですね、カードウォレットですね、あのカードを入れることもできますし、あの紙幣を入れることもできます。さらにはこのスタンドウォレットという方を使っていただくと、まあ、このような形で、スマホのスタンドとしてもですね、機能してくれるというものになります。あのどちらもですね、あのかなり薄型なので、あのポケットに入れておいてもですね、気になりませんし、まあ、車で移動中はですね、このカーマウントにペタッとスマートフォンを貼り付けて移動して、まあ、あの現地に着いたらですね、これをパッと外して、でこの外した先にはですね、こういった、ウォレットをペタッと貼り付けてお買い物に行くということをしていただくと、まあ、かなりですね、あの手持ちの荷物も少なくすることができると思いますし、あのスマートにですね、お買い物が楽しめるんじゃないかなという製品になっております。はい、まあ、ここまでですね、ご説明をさせていただきまして、結構気になるなという方もですね、いらっしゃるんじゃないかと思います。現状ですね、パラドックスでお買い求めいただけるのはこちらの、カーマウントですね、両面テープでつけて、マグネットで固定をするというタイプと、もう一つが、カーマウントのこれはワイヤレスチャージングですね、両面テープで貼り付けて充電までできるよっていうものと、あとは先ほどのこちらのカーベントマウントですね、エアコンの吹き出し口に固定をするというものになりまして、こちらもですね、ここがマグネットだけになっているものと、充電までできるようになっているワイヤレスチャージングの2種類ですね、まあ、合計4種類のカーマウントをご用意をしております。さらにこちらのスリムウォレット、スタンドウォレット、ユニバーサルアダプターですね、これだけあればですね、このスマートリンクシステムを一通り楽しんでいただくことができるんじゃないかなと思います。で、あの、まあ、この、スマートリンクのですね、専用のケースであるエブリデイケースはちょっと今のところですね、在庫として置いてはないんですけども、あのちょっと皆さんのですね、ご要望に応じて在庫はご用意をしていこうと思っておりますので、あの iPhone シリーズとかですね、まあ、Galaxy といったし、あの定番のシリーズはですね、あの専用のケースご用意ができますので、まあ、皆様のご要望をコメント欄に残していただけると非常に嬉しいです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ミニのですね、スマートフォン置き場問題にですね、一つ答えを出すことができたんじゃないかなというふうに思っております。あのお店に来ていただければですね、まあ、こういった展示品であの試していただくことができるようになっておりますし、まあ、実際自分の車にこうはめてみてどんな感じかなっていうのもですね、ご覧いただけるような形をとっております。まあ、僕自身もですね、もう1年以上やっぱりこれを愛用してきて、本当にですね、自信を持ってお勧めできるアイテムになっております。そういった製品をですね、まあ、今日こうやって皆様にご紹介できて本当にね、嬉しく思っております。まあ、なのであのぜひですね、皆さんもこう気になったらぜひあのウェブサイトもしくは店頭でチェックをしていただいて、まあ、よろしければですね、ぜひお買い求めいただきたいと思っております。オンラインストアのですね、 URL はこちら下の概要欄にですね、掲載をしておきますので、ぜひそちらから、飛んでいただいて、パラドックスのオンラインストアぜひチェックをしてみてください。では今日の動画はこの辺にしたいと思います。今日の動画面白かったよ、参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただくと皆さんのミニライフさらに素敵なものになるかもしれません。
ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。